県庁を表敬訪問したのは、青山学院大学陸上部長距離ブロックの箱根寺を走った選手ら7人です。青学の陸上部は毎年この時期に新チーム最初の長期合宿を大分市で実施していて、今年で9回目を迎えます。佐藤知事は、今年も優勝を期待していると、一昨いから合宿に臨んでいるチームを激励し、 大分和牛6キロをはじめとした県産品を贈呈しましたうまみだけ、椎茸が一番おいしいなって本当に肉厚でプリプリしてて美味しかったです一人一人が何かこの大分で強くなれたっていうことを見つけて東京に帰れるように精一杯頑張っていきたいなと思います合宿は来月5日まで行われ3日には レゾナックドーム大分で小中学生を対象にした陸上教室も開かれます。